カールマン・カールマン一世、751年6月28日から771年12月4日は、フランク王国の国王、ピッピン三世と王公ベルトラダの次男で、カール一世の弟。ただし、カールは、生誕年が諸説あることとピッピン三世とベルトラダの結婚年が確定できていないことから、ベルトラダ諸世の子であることに疑問を提起している、歴史家もいる。 この場合、カールマンがベルトラダにとっては、長男となる。754年、カールマンは、兄のカールと共に、ローマ教皇ステファヌス2世から王として途有された。そして768年に、フオーピピン3世が死去した後、両者は、フランク族の習慣に従って、医療を分割し、カールマンミ世は、王国の東部であるブルグントと南、アウストラシアを相続した。 カールとカールマンの兄弟は不仲であったが、769年にカールが弟カールマンにアキテーヌ討伐の援軍を求めたものの、カールマンがこれを断ったことから二人の関係はさらに悪化したという。771年、カールマン・ミン・イッセイはランスで死去した。その後王ー・ゲルベルガは子供と共にランゴバルドをデジデリウスの下へ逃れ、医療はすべてカール・一世が相続した。 ゲルベルガはランゴバルド王女であったとも言われている。よりカール一世よりの年代記ではゲルベルガの行動にカール一世が困惑していたことが示唆されている。ありがとうございます。